入れ替わり、お母さんのお腹から生まれてくる僕たち人間と同じ哺乳類なんだ。イルカはなんと80種類以上もいて、暖かい地域から寒い地域まで世界中の海にいるよ。物の形を見分けたり、チームワークで餌を取ったり、イルカは優れた知性や能力を持っていて、それを子供に伝えていくんだよ。そしてここ名古屋港水族館ではたくさんの命が生まれているんだ。飼育や観察をすることで、今まで不思議だった海の生き物のことがどんどん分かってきたんだよ。それを知ることは、きれいな海の街に、地球の環境を守ることに役立つんだ。みんながこの地球で安心して暮らしていけるよう、海のこと、地球のことを知って考えることが大切だね。
ルの構築になったか知ってる方いらっしゃいますか？なるほどなるほど、あまり知られていないようなので少しお話をさせてください。この順番を決めるときに江戸たちみんなで妄想をしたそうです。神様のもとにたどり着いた順から江戸の順番が決められたそうなんですが、江戸の一番最初ネズミですね。実はネズミが一番ではなくてイノシシが一番だったそうなんです。ただイノシシ目標に向かって直進しすぎて神様を通り過ぎてしまったようなんですね。慌てて気づいて戻ってきたんですが、その頃には他の江戸たちみんな神様のもとへたどり着いていたため、最後にイノシシが来てしまったので江戸の最後になってしまったようなんです。このようにイノシシ少しおっちょこちょいなところがあるんですが、ここで私の抱負なんですけども、私もおっちょこちょいなところがあります。イノシシのようにまっすぐ目標に向かって進むことも大切ですけども、おっちょこちょいなところをなくせるような一年にしたいと思います。よろしくお願いします。パフォーマンスでも活躍しますので、皆さん応援よろしくお願いします。